広報の大森と申します。結構岡山県では結構馴染みのあるあのテーマパークですかね。そうですね、はい、で今回、まあ、休業なんですけど定休日ですかね。まず今日は定休日です。なんですけど、これからのシーズンあのイルミネーションが始まるということで本当にもうあと数分ですよね。あ、もう着きましたねで、このイルミネーションなんですけど、はい、また違った方が主となってやられてる。あ、そうですね、あの悠々カンパニーさんが主体でということで今ちょうど目の前におられるのでちょっとお願いしてもいいですか。はい、ごまんどうぞ。すいません、間にあの初めましてじゃないですよね。そうなんですよね、実はそうですよ、前回もね、まあ、ご存知の方はおられると思うんですけども、まあ、岡山って有名な場所でイルミネーションのイベントを開催、しましたよね前、はい、で今回は、この赤岩市ですよね、はい、赤岩市のドイツの森という場所で、イルミネーションの企画というか、はいはい、そうですね、ということでちょっとなんか、僕もよく来るんですけど、どういった経緯で、まあ、こちらでイルミネーションをしようと思ったんですか。はい、まずはですね、一番私がイルミネーションがすごく好きということが始まりです。で岡山でそのイルミネーションがないなっていうところから始まりまして、で、まあ、思い返せば小さい時から家族でよくここにドイツの森に遊びに来てたので、あれあそこって冬イルミネーションしてなくないっていう私のもう本当に一人の思いから始まった今回のイルミネーションです。なるほど、ということはもう今回初ということなんですか。2年目です。あ、2年目、はい、じゃあ 僕は初めてなんですけど、じゃあ去年に引き続きっていう形でやってるということですね。もう初めてなのでちょっと楽しみなんですけど、転倒しちゃったんでこれからちょっとはい、もうゆっくり見ていこうかなと思います。はい、すいません、今日よろしくお願いします。花さんどういった形でいるんですか。僕は今回は12月23日と24日に開催されるグルメイベントの関わりでちょっとドイツの森さんと。あ、そう、はい、グルメイベントするんですね。そうなんですよ、クリスマス23、24、あ、なるほど、はい、中央の広場ですね。そうですね、めちゃめちゃデートスポットじゃないですか。もう結構手間かかったんでしょうねこれね。すごいですよね。あ、けどめっちゃいい感じこの辺とか。結構近づくとね、なんか幻想的な感じです。いろいろとやることいっぱい多いと思うんですけど、はい、手伝ったりされたんですか。僕は、ね、これの都合で全然手伝ってないです。あ、まあ、大体どれぐらいかかったんですかね、これね。あ、2週間も。位置とかもいろいろ考えないと ね、 ね、このパンジーですかね。はい、これパンジーとのバランスもね、大事なのかなって。はい、街もなんかいいですね。ちなみにこの時間帯ってのはそのレストランとかも営業されてる。あ、やってるんですか。じゃあ9時までっていうかその手前まで。そうです、ね、手前8時ぐらいまで。あれですかね、ここまだ食べ放題みたいな感じじゃないですか。そうそう、食べ放題。あ、お鍋の料理が。あ、お
特別というか好きにとってこのオリジナルの鍋作ってくださいねみたいな。じゃあ普通にディナーとしても最高な場所ですね。ですね、これいいですね。その当日というか、まあ、これも運行されてるんですか。いや、もうこれはもうここに置いた状態で写真を撮ってもらうみたいな。